決まり手はプラチナ。5歳の時に兄の影響で相撲を始めたんですけど、その頃は喘息もあって、アトピーも持ってて、とても体の弱い子供でした。身長168センチ、体重99キロ。自分よりはるかに大きな相手にも果敢に挑み、史上最速のスピードで出世。多くのファンを魅了し続ける炎鵬関。子供の頃は弱かったという炎鵬関の強さの秘密とは。当時は体も小さくて弱かったので、稽古はあんまりできなくて、よく稽古場の周りで後輩を捕まえて、稽古をよくしてました。でもその稽古があったからこそ今の自分があるのかなと思います。だから自分が体が大きかったらなとか思ったことは一度もないです。戦う上でコンディショニングが一番大事になってくると、自分は思ってます。実は、睡眠時無呼吸症候群と、去年診断されて、治療しています。日頃の稽古の疲れが取りにくかったり、あとは、昼日中によく眠たくなったりっていうことがあって、やっぱそれはパフォーマンスにすごい影響することだと、自分では、思っていて。睡眠時無呼吸症候群に悩まされ、コンディション管理に苦労していた炎鵬関。そんな彼にある一つの出会いが。実は自分もプラチナウェーブの布団を愛用しています。すごいホカホカして気持ちが良くてよく眠れます。それでなんでこんなにホカホカするんだろうって自分で気になって調べたんですけど、14種類の天然鉱石パウダーをポリエステル繊維に練り込んだオリジナルの遠赤外線素材を使って開発した寝具だということを知りました。実際に使ってみてすごいびっくりしました。布団が違うだけでこんなにも違うんだなと。しっかり眠れるのはもちろん、ちょっと調子が悪いなって日もぐっすり寝ることで体がリセットされる気がします。炎鵬関がびっくりしたというプラチナウェーブ、実は様々な大学や研究機関、アスリートの協力のもと数々の実験を実施、データを蓄積している。協力したアスリートや研究者から高い評価を受けているという。自分でもパフォーマンスの質がすごい上がったと実感しています。深いいい睡眠っていうものを確保しなくちゃいけない。そのためにはどうしたらいいのか。これは2つあります。1つは自分の内側を整理整頓する、体の中を整理整頓する、つまり言葉を変えるならば眠れる自分作りっていうことが非常に重要。もう一つは外部の問題、これはもう言うまでもなく、お布団であるとかお枕であるとか寝具そのもの全体に対して望ましいもの、人間が快適に眠ることができるもの、そういう寝具っていうのはどうしても必要であるということが言えると思います。自分寝ないと本当にダメで、プラチナベーブさんで寝てからはよくいい睡眠をとることができて、それが日々の原動力につながっています。何もなかったら何かしたいですか。もう一日中プラチナベーブで寝ていたいですね。戦う上で審議体が揃ったベストな状態を作るということがとても重要になってくると思うんですね。そこで日々の稽古とプラチナウェーブが自信を持って挑める強さを自分に与えてくれていると思います。決まり手はプラチナ。 M-Life 从睡眠中创造健康。